日本茨城県日立中市東石川東石川は、茨城県日立中市の大技。郵便番号は312-0052。ひたち国中郡のうち、1595年の頃は、石川村と称した。中丸川の左岸、川上流域に位置し、外野開拓古墳群など縄文時代なら、平安期の遺跡がある。年島村、外野村。 外石川村が合併して、東石川村と解消された。水戸半領、村高は、旧公募695国余り。天保14年の合併の際、新村名を不満とする、外野村の百姓が連名で、軍部業に村名の再興を願う訴状を提出している。訴状に対する軍部業所側の対応は不明だが、結果的には認められなかった。 1871年、茨城県。1878年に、中郡に所属。1889年4月1日、町村政志向により、柳沢村、部、田野村、中根村、東石川村が合併し、中郡中野村が発足。中野村の大技となる。1940年4月29日に、勝田村、川田村と合併し、勝田町となる。 1954年11月1日佐野村を編入し政志向、勝田市となる。1994年11月1日中都市と合併し日立中市となる。加減大田文によれば、武田号、まだらさと石川号の初号は吉田郡であった。石川山町とある。中川北岸の豪村名を見ると、行方郡の豪村名と同じものが多い。例えば、 石川、中根、マダラは1343年諸写の鹿島神宮両伝数注文案に、行方軍、中根16丁60歩、マダラ6丁6単60歩、石川三丁と全く同じ地名が見られる。このことは平安時代末期から鎌倉時代初期の頃行方軍と吉田軍との間に何らかの関係があったことを示している。中川北岸の経営にあたったのは、 平らきよの流れを組む、吉田博士みきの息子たちであった。ところで、行方軍の経営に従事したのも、平らきよの次男の中美きの流れを組む、行方四刀と言われた行方系美きの息子たちなのである。したがって、行方四刀と吉田氏一族とは、密接に結びついていたのである。吉田博士みきとその息子たちは、 中川北岸の経営に際して、行方警備機や、その息子たちの指導、援助を受けた事実があったのではないだろうか。その結果、吉田軍の豪村に、石川、中根、まだら、金上、石上などの行方軍内の豪村と全く同じ、地名が付けられたものと思われる。2021年2月28日現在の世帯数と人口は以下の通りである。内に、 鉄道は通っていない。なお、勝田駅は、日立中市勝田中央一の一にある。ありがとうございます。